ハートフォード郡はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の北東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は24,669人であり、2000年の22,601人から9.2%増加した。郡庁所在地はウィントン町であり、同郡で人口最大の都市はアホスキー町である。ハートフォード郡となった地域は数千年間住んでいた。 先住民族の子孫であるメヘリン族インディアンのロードだった。数十年間にわたったイギリス人植民地人の侵入の後、メヘリン族はバージニアから南に移動し、1706年にチョーノック族が放棄した居留地に入植した。この広さ6平方マイルあった居留地はメヘリン川川口近くのパーカーの渡し場にあった。 この居留地は1726年の条約で確認された。この部族は居留地の土地を確保することができなかった。今日、メヘリン族には約900人が登録されており、その大半は元居留地から10ないし15マイルの範囲に住んでいる。部族はノースカロライナ州から認定されており、連邦政府の認定を請求中である。メヘリン族は毎年10月末に パウワウの祭りを行っている。ハートフォード軍は1759年に、バーティ軍、ジョウォーン軍、ノーサンプトン軍のそれぞれ一部を合わせ、ヨーロッパ系アメリカ人によって設立された。軍名は、初代ハートフォード伯爵、フランシス・シーボア・コンウェイ、後の初代ハートフォード公爵にちなんで名付けられた。1779年、ハートフォードの北部と、ジョウォーン軍、 パーキマンス軍の一部を合わせて、ゲーツ軍が設立された。ハートフォード郡にある大規模雇用種としては、民間が運営する、連邦刑務所、超音大学、ニューコア製鉄所、パーデュー養鶏加工施設数箇所、ウィントンのアルミニウム成形施設、アホスキーにある製材施設がある。これら企業に、幅広い地元小売店、レストラン、サービス産業が組み合わされ、州北東部では、 失業率が低い方の軍になっている。経済開発という視点では、州内他地域よりも昔から遅れてきた。軍内では、ロアノーク超音ニューズヘラルド紙が発行されている。ハートフォード軍は、地域自治体の組織である、ミッドイースト自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は360平方マイルであり。 このうち陸地353平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は1.99%である。ハートフォード郡の自治体と郡区ハートフォード郡は6つの郡区に分割されている。アホスキー、コモ、ハレルズビル、マンフリーズボロ、セント・ジョンズ、ウィントンの各郡区である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 ハートフォード郡公共教育学区には幼稚園前から12年生まで7つの学校がある。高校3校、中学校1校、小学校3校である。ありがとうございます。